はい、今回のですね、ドライブのスタート地点はですね、海潟のですね、海潟漁協、そっからの出発になります。どうですかね、この方式、しりとり方式といいますかね、これ案外いいんじゃないけ。別に手を抜いてるわけじゃないんだけども、あれがつながりが分かるんじゃないですかね。どっからどう行ってどう行ってってやつですよ。ということでですね、これからね、海潟からです。まだね、あれが日がささないけど、少しさしてきたか。少しほら向こうの方にビルっていうか、その建物があるけど、建物の頂上付近があれ、左側ね、左側ね、左からかなんか初日の出を拝むみたいな感じだけど、左の方にがね、もう白神田じゃなくてね、白神田っていう言葉があるわけ。ほら、察してくださいね、この前方の景色でね。あれですね、朝ドライブも本当いいですね。ちょっと癖になりそうですよ。黄昏ドライブよりもいいかも。まっすぐしますね。今ですね、6時44分。結局のところ今日はあれですね、快晴ですね。いわゆるね、雲一つないっていう感じ。左側にいわゆる太陽の方角にハンドルを切りたいんだけど、もうこの道路はずっともうこの海岸線に沿って走ってますから、今考えたところ、金屋に着くまではそっちの方面にカメラが向くことはないと思いますね。向けようと思ったら向かないけんにゃ、受けられないこともないけど、多分絵にならないと思う。いいでしょう、このなんかこの右側のこう景色。大隅の方はさっきも言ったかもしれないけど、また別撮りをしますからね。いいな、ここの景色はね。なんかね、南国っていう感じがする。道路もいいですよ。道路工事を今しただけたんだろうか。要するに凸凹はない水道工事とかガス工事をした跡もないですよね。左にちょっとね、カメラを向けてみますからね。こんな感じ、左側は。グラデーションっていうんですかね、あれが分かりますけどね、もっとね、90度ぐらいのところはもっといい。ここからですね、もう垂水市内は、垂水市は垂水市なんだけど、この辺りやなっけ、元垂水とか言ってたけど、ちょっとわからない。あれが変わったかもしれませんしね、呼び方がね。
ここがですね、もう垂水ですね。ちょっと、真正面の方がいいな。右の方がね、もう海岸なんですよ。だからね、結構今ここは見えないけど、さっきはの右の方にチラッチラッってこの何ですか、海岸線というかそういうのが見えたんですけどもね、またそういうのは次にしますからね、次の大隅編にですね。次の信号を右に行けば垂水市役所っていう風になってますね。上町。この辺りがちょうど垂水市の中心地街っていう感じですね。文化会館とかいろんなこう施設が左側にあるみたいですよ。前がですね、本庄川、本庄橋って書いて、本庄橋と本庄川ですね。左をちらっと見たけど、まだいわゆるおテントさんの顔はね、まだ見えてない。地上はいいですよね。ずっとこのなだらかな直線じゃないからいいですよね。少しねこうカーブがずっとあるんですよ。これが直線だとね、運転する方も楽しみがないですもんね。少しこう蛇行してるっていうのがね。はい、この今ご覧のように少しこの樹木の影とかなんとかが映り出したでしょう。濃淡っていうか、久しぶりにこう来てみれば、このただ走り回るだ、走り回るっていうか、走るだけでも結構楽しめますよ。ここがね、どっか、もう過ぎたか、右の方に垂水で道の駅がありました。次回は寄りますからね。
かいいですよ、このなんというグラデーション。まあね、今ねさっきから言うけど、太陽が顔を出す出さないでこんだけ引っ張る。ああ、前にいた太陽が前にいましたよ。左、山陰に隠れてたんだ。あ、うわ、眩しい。いいですかね。あ、太陽自体は映りませんけどね、パーってわかる。はい、初日の出、今日は、うわ、来た。あのね、今ね、モニターにね、ピッて目をやったんだけどね、肉眼では太陽は見えるんですよ。なんだけど、このモニターの場合はちょうど白い光になってると思うんですけど、そこに太陽があるんですよ。ありがたいなって思いますよ、太陽。なんかね、なんか違う。夕日の太陽と違ってね、なんだろう、オーラがありますよ。空気が澄んでるからかな。太陽のね、直径のね、10倍ぐらいにね、こう光がファーって広がってるんです。それと思うのが、もう最近のこのカメラの性能の良さですよね。昔はですね、もうこういう30年ぐらい前ですよ、こういう状態になったらですね、もうカメラが焼き付いてましたからね。だけど今ね、さっき見たモニターのちょっと目をあれした時に露出が半端取れてますよ。普通はもうこうなったら太陽で真っ白くなるか、太陽でこの下の方が真っ黒になるかだったけど、なんかね、バランス的にはいいみたい。まああれですよね、これをね、太陽の形が輪郭が分かるようにすればなる、するとしたら真っ黒くなるんでしょうけどね、これぐらいの露出でいいかも。ほら、夕暮れの感じとはまた違うでしょう。夕暮れはなんかね、ちょっと寂しいなって思うけど、こういう感じ、そう。ちょうどね、今ね、山の頂上あたりにね、初日の出が見え、拝めるっていう感じのあれでね、ちょうど、今隠れましたね。わかるでしょう、太陽が出てる時と出てない時の風景の違いっていうのは。もう今ちょっとね、太陽が見えなさそうだから右にカメラを振りますね。こっちはこっちで見どころ満載ですよ。海岸もすぐ右の方は20メーターぐらい向こうは海ですからね。今ね、こう運転しながら思ったけど、今の私がこう言ってるコメントというか喋るというか、やっぱこの一部分あたりだけでもこうテロップにやっぱり入れようかなと思いましたよ。そしたらテロップがあると向こうは、はい、テントもテントさんです。テントさんじゃない。左だな。いわゆる田畑からですね、蒸気がこう上がってるんですよ。ここは早起きをせんないか。早起きツアーだな。それと朝早いから、この車がほら前にいないでしょう。
これが夕方だったらですね、やっぱりあの前にずっと車がいてですよ、あの渋滞になった時がね、そのまま流れていくんだったら絵になるけれども、渋滞になった時がね、こうここはね、新情報がこうすいませんね、話の途中途中に突然この別のコメントが入ってきて、あ、もう学校かな、あ、違う、今ね、6時58分。まだ通学、今日は土曜日だからどうなのっけ？休みなのかな？あ、左側にね、あ、映ってるかな？あの、あれがあるんです、田んぼが。で、田んぼのね、この辺はまだ稲刈りが済んでないよね。ちょっと逆光の中ね、いい感じですよ。久しぶりの信号という感じですね。これなんて読むの？新城ふもとって読むんだろうか。ちょっとね、あの運転中でほら、あのパッて見れないんだけど、この信号を右方向に行けば佐田岬とかあっちの方に行く、まだですけどね、信号はね、あ、次の信号だな、あそこを右に行くと佐田近郊って書いてありますけどね、そっちの方に行くんですね。鹿屋市ですね。こっから鹿屋市。道はいいですよ。走りやすい。こっち行きます。私があの貝方あたりでですよ。太陽が拝めるのはこの門屋の行った時ですねって言ったら、この辺りのことを言ってたんですよ。今ね、右方向になりましたね、太陽はね。あ、ここ辺りに来るとあの辺に見える。こう前のね、景色はねいいですよ。あの朝もやに、あれは何なんとかって言いますよね、高熊か、どっかが高熊山だと思います。後続車もいません、ずっと。ずっと一本道ですからね、迷うことなくね、こう鹿屋方面まで行けますよ。
地名は何て言うんですかね。ああ今ね左のねちょうどね山陰からですね太陽がねチラチラってこう顔を出してね、そしたらね左側にね貝塚いぶきがずっとこうあれしてるんだけど、それがねちょうど左側を見たこう進行方向はそんなにないけど、ああまた太陽が消えましたね。ちょうど太陽と逆光になる位置を横を見るとですね、このセイタが泡立ちそうがね、なんか綺麗に見えますね。今7時4分。もうすぐかな、あそこは。金谷体育大学っていうあの辺はね、もう少し走ればそうなると思いますけどね。